ジェームス・ワイト・ブラックは、スコットランドの薬理学者、ダンディ大学総長。英国 ICI にて、アドレナリンベータ受容代謝弾薬プロプラノロールを発明した後、英国スミスクラインフレンチラボラトリーズで初のヒスタミン h に受容代謝弾薬シメチジンの開発に成功。シメチジンは、胃海洋、十二指腸海洋の治療において革命的な変化をもたらすとともに、 標的分子を特定し、それに選択的な低分子素外薬を開発するという現代の創薬研究の講師と呼べるものであった。これらの業績が称えられ、1988年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。ビース高等学校を卒業後、セントアンドルーズ大学にて医学を学ぶ。その後、マラヤ大学、グラスゴー大学獣医学校で講義を行い、 ユニバーシティカレッジロンドン及びキングスカレッジロンドンにて教授となる。1976年には王立協会フェロー。1981年にはナイトバチェラーに助せられる。2000年にはエリザベス2世によりメリット勲章が授与された。この勲章は24人にのみ与えられ、イギリス君主が授与できるものの中で最も名誉なものとされる。彼は医師として また基礎科学者として、心臓病の基礎的及び臨床的な知識に貢献した。交換神経 β 受容体遮断薬であるプロプラノロールの発明は、強心症の治療に革命をもたらし、20世紀の臨床医学及び薬理学への最も重要な寄与の一つとされる。彼の研究方法、アドレナリンの薬効薬理の発見、心臓のメカニズムの解明、 これらはすべて彼の仕事の強さである。ありがとうございます。